最後は140キロのフォーク。今のはバットですね。ここは145キロのまっすぐ、バットが空を切っています。その構えをとどろかせるという形になりましたが、ここ第1打席は変化球空振り三振です。ここは落ちるボール。周東今日最初の打席は変化球空振り三振です。表情見てもね、あまり良くないなっていうボールもね結構多いんですよね。はい、まあ、その中でやはり、最後は外変化球空振り三振、しっかりとチャンスを掴んだという形にはなりました。そしてここは見逃しの三振です。148キロのまっすぐ、手が出ませんでした。シュートです。外のボール追いかけていきました、アルバレスです。まあ、どうしてもこういうふうになかなかヒットが出ないとね、ああいうボールを、まあ、特にもう日の丸背負ってるわけですからね。今回オリンピックでまたその一球一球の重みっていうのを感じたと、まあ、そういう経験っていうのはね。今後見逃し三振、今日10個目の三振。この6回は3者連続三振。上沢も意地を見せます。ファイターズ